こんにちは、高見です。さあ、本日なんですけれども、れなちゃんにドッキリを仕掛けようと思います。あさってれなちゃん誕生日なんですけども、ここ最近ちょっと、まあ誕生日プレゼントっていうのはもちろん期待してるんでしょうけど、なんかまあサプライズ的なものを期待してそうな感じをですね、あっちの方が匂わせてるんですよ。僕は別に何もない予定だったんですけど、なんかこう期待されてる感があるので、これは何かしなきゃなと思いまして、ドッキリを仕掛けようと思いました。で、その内容なんですけども、さすがにね、なんかめでたい日にこうショックを受けるようなことはやりたくないので、ドッキリでも明日ですね、急遽動画を撮ろうっていう話をしまして、でその動画の内容っていうのが、模様替え、うちのテーブルあるんですけど、そのテーブルをこたつに変えて、ソファーを新しく買ったのを置くっていうだけのやつなんですけど、それを2人で動画撮ろうって話をしまして、模様替えのところを動画で撮って、で終わった後にサプライズがありますと言ってこうプレゼントを渡すんですけど、そのプレゼントが嬉しくないものだったらどんな反応をするかという感じです。でそのプレゼントなんですけど、こちら体重計です。もう女性だったら誰がもらっても嫌な顔すると思うんですけども、僕もれなちゃんもこの新婚生活でぷくぷく太ってしまってまして、もう今2人とも人生のピークですね、体重的に。ちょっと体調管理も含めて体重計買うっていう話を一回したんですけども、その時にね、温厚なれなちゃんがそれはやだってこう珍しく断固拒否をしていたので、見たくないんだろうなと思いまして、でまあね、そんな流れもあって、これは体重計をプレゼントするしかないと思いまして、今回のドッキリを、やろうと思いました。よし、回ってるからね。回ってるの。よし、行くよ。え、上の音大丈夫。最初の合図、こっからね。ああ、そういうことね。編集点を作ってるんだよ。パンってやると音がこう出るから、その音を合図にして、あ、ここまではカットにしたと思って全部確認しないでバーって切れるの。なるほどね。分かった分かった。だから一人で今同時だったらよかったじゃん。パンパンってなるでしょ。こんにちは、高見です。こんにちは、れなです。さて、今回はですね、部屋の模様替えをやっていこうと思います。楽しみ。今うちのリビングってこのテーブルがもう1個あるだけで、すごいシンプルだと思うんですけど、今回はね、このテーブルをついに交換しようと、これね、このテーブル実はもう自分が実家から持ってきて、一人暮らしにも全部使ってた机なんで、多分もう20年ぐらいの付き合いになるんですけど、まあ表面もね、だいぶボロボロだし、ここらで買い時かなっていう感じですね。感じですね。でも取り替える家具に関してはもうれなちゃん一人でね、全部選んでくれて、買ったのがこたつと、こたつの敷布団、掛け布団、ソファー2つの5点ですね。5点ですね。ここを変えていこうと思ってます、ということでね、何か山場があるわけではないですけど、のんびりと見てくれたらと思います。それではよろしくお願いします。よろしくお願いします。はいはい。ソファーとテーブルの設置が終わって、今ちょっとれなちゃんが外に出てるのです。で、その間にこちらのね、
用意した体重計の方ですね、せっかくなんでサプライズでこたつの中に入れておこうと思います。この中にこいつを入れておいてね、勝手に足乗せて体重とか測れたらいいですね。そんなやってくれないかということで、じゃあこれでちょっと反応を見ていこうと思います。はい、というわけで、はい、模様替え完了しました。どうですか、念願のこたつとソファ。うん、最高ですね。いいね、これ、ね、俺も今までこの下でさ、直に座ってご飯食べてたから、腰がちょっと痛くなっちゃってたからね、ソファ欲しかったんだよ。いいね、しかもこれから冬に向けてこたつで ね最高ですね。というわけで、じゃあ今回は終わりません。まだまだあります、まだあります。今日はレナさんにサプライズがあります。ということで、レナさん明日誕生日なんで、そのプレゼントがあります。足元を見てみてください。もうなんかさっきからね、四角い撮ってみて。これは欲しくなかったやつ。欲しくなかったやつ。体重計です。そうね、ここ1年で激太りしたからね。激太りした、前に1回買うって話をしたら、いらないって言ってたから、これはプレゼントするしかないなということで。いらなかったよ、しかもさ、タニタのさ、いいやつ、いいやつ。これで毎日測ろう。あれでしょ、体脂肪とか分かっちゃうけど。そうでしょ、どうですか、この誕生日プレゼント。嬉しくない。嬉しくないのか。必要なものですよね。そうね、必要なものだね。そうだね。明日ね、毎日乗ってね、現実と向き合っていきますよ。頑張っていきましょう。ということで、誕生日プレゼントに体重計をあげてみたでした。怒りはしなかったね。